どうぞ。文字通りイケメンじゃないですか。イケメンです、本当に。今回のやっぱり見どころの一つは、うん、はい、やっぱり実写の2人を、はい、ある程度意識しつつアニメーションとしてのオリジナルなキャラクターのイケメンぶりが一つポイントですんで、うん、そういう意味じゃもう監督ともども大満足で、うん、やってよかったなというふうに思っております。まずですね、うん、スタジオに入って驚いたことは、はい、まあ、主演のお二人がイケメンだったこと。そうですよね。まだ引っ張りますか。本当にそう。一応そこを、うん、無駄な被せなんだよ。最初台本読ませていただいた時は、私、あれサムの幼少期じゃないのって思ったぐらい、男の子で呼ばれたんじゃないんだなっていうのが印象的で、あ、その前にまずあのイケメンだなと思いました。そうですよね。黙れ。そうですよね。喋るな。本当にすいません。まあ、このプロジェクトの内容を聞いたときに、あ、これはもう大人の本気の遊びだなっていうのを常々僕こういつも言ってるんですけど、死ぬまで本気の遊びをしていたいってそう思っているので、こういう形で世界にこう届ける作品を本気の大人たちがこうやって作れる、それに参加できるってことを非常にまず光栄に思っています。あのここに上がる前にあのクリエイターの方たち、あの声優の方たちとお会いした時に、あ、なんか感慨深いものがあるなと、あの人見知りな僕はこうあの端っこであのキョロキョロとあの顔だけを覗いていたんですけども、ちょっとあののりこさんと少しお話しさせていただいて、まあ、お会いできて光栄ですという言葉だけやっと言えました。日高さんとお会いして、僕もともと彼女の声が大好きだったんで、やっと会えたなって、はい、完全に公私混同ですけど、はい、あ、なんかいい声してるなとか、どうやったらその艶のある声はずっと保てるんですかとか、個人的な意見ばっかりこう聞いてたんですけど、なんかそういう話に夢中でした。嫌だな、ちょっとそこに出したいな、何かそういったものって最近ございますか。なんで結婚できないのかなとか最近考えるんですよ。もしかしたらこれはなんかついてるのかなとかまあする気がないからなんですけどちょっといい女性が現れたら結婚でもしようかなとかって最近思ってたんですけどね、なかなか、まあ、悪霊のせいか、結婚できないなと、そんなとこですかね。ありがとうございます。